小泉さん、小泉さん、はあんた小泉さんじゃって頭が小泉純一郎みたいな頭まあ一日朝なんだらなんとも言えんな。何が？足が。そうだ、やっぱ続けんだよかも。な、小泉さん、風がないとありがたいな。小泉さん、あそこは何だかがくぼんどるけん、雪が溶けんのかな。こっちの何の話よ。大きな話。何の話よ。山怒ったより歌っていこ。前自分だけ分かってね。あそこは何、家があるんじゃんか分かんない。あのおっちゃんおろうか。おちょうかい、大変。まあ、風がないけん。なんでまた小泉純一郎みたいなと。もう大丈夫やわ、雪は。松山は降ってない言った。そりゃそうよ、こっちは。向こうは。どこ行く？遅いとこ行かん。いや、ここは。この運転する人も楽な。よかった。はよ、溶けたけ。サザンカじゃろうか。これ知らん。ちょっと待って。サザンカ、いや、サザンカじゃない、ヒータとは違うけど、サザンカよ。うん、おはようございます。やっぱり偉いもんでな。何が？今のおっちゃんよな。うん、もうゴミ室に行ったら必ず洗濯物干しようなのよ。5時半ごろに。あの人、もう一人の人やろ。あの人じゃない人、俺もう一人。あのおっちゃんよ。もう一人で若くて太った人。若い人よ、あんた。若くないんだよ。違う。おはようございます。冷やいな、暑いなって言うよ。そしたら、スーッとあの中へ入るようになったんよ。うん、ああ、そうだし。それが早い、笑顔になったろ。あれやけ人間いうもの違うな、声をかけたら。小泉純一郎かと思ったんじゃない。偉い、ほんと偉い。あの小泉純一郎、人間が変わった。元総理やけ、愛させないけど。感動した。感動した。うん、感動した。あの小泉純一郎も感動したって言ったの。うん、言うた。あの人どがやなから元気なろうか。80だよ。81か。したらみたいな。
あそこ小泉純一郎が歩きよるって言うのみんなが思ったんじゃない。なんかもっと僧侶やけ挨拶しとかないかん思ったんか。そうね、大抵そうよ。そういう髪の毛やましゅない。やましいね見苦しいっていけ。一緒に歩きよる人が見苦しい。掃除してないな今日。バカやんで。なんで？あの今の車いや、うん、動きよるよ。何や私の目には動きよるいいなと思っとったんよ。おかしなこと。こっち来るか思ったら向こうでバックして入るためにそうやった。そんなことない。それ動きよったら嬉しいや。間違いじゃない。間違いじゃない。あそこの方へ。何、うん、家がだいぶある。あの集落家なら家じゃないよ。あれ家もあるけど崖の山の上の方。こっちが、うん、日が当たらんね。ここ背中丸なってるよ。あ、いけるね。やっぱりね、背中丸いこと、足が出てないことね。体だけは前に。小泉君、純一郎君。